東京と大阪というのは新幹線でわずか2時間半で行ってしまうんですけども、随分と文化が違うもんでございますね。あれは不思議でございますが、うなぎ一つにとりましても東京は背開きでございます。四国背開きで、大阪は腹開きで、えらい違いますね。背から咲くのと腹から咲くのとね、そういうふうに東京と大阪は違うんでございます。ですからもう言葉なんかでも全く違います。言葉ね、ありがとう言うのと大きに言うのともう全然違うわけでございますからね。北京語と上海語の違い以上に違うわけでございます。北京語と上海語がどうかようわからんというところなんですが、まあまあそれぐらい違うやろうとね。ですからニューヨークとサンフランシスコと違うようにね、それもようわからないまま言ってるんでございますけども、そういうふうに違うもんでございますね。不思議ですね。東京の人には大阪弁はきつい言いますね。それは喋ったらきついんですわ。今夜飲みに行くの楽しみに待っとるわ言うてね、喋ったらきついんですけど、これメールで打つとそうでもないんです。今夜飲みに行くの楽しみに待ってるわとこないのありましてね、なんか女性から来たみたいな感じで、大阪弁でメールは打たない方がいいんじゃないかと思いますが、随分とこの大阪弁で普通に使ってる言葉が東京では通じないというのはありますね。物を捨てることをほかす言うんですけども、東京では使わないんですね。これはもう私は標準語だとずっと思ってたんでございます。物をほかすいうのね、捨てるのことなんですけども、ですから吉本興業であった話なんでございますが、大阪採用の女の子が東京勤務になりましてね、東京の方の重役から「あ、これを保管しといて」言うて重要な書類をもろたそうでございます。保管しといて言うのを「保管しといて」と聞き間違えましてね、捨ててしもてえらい怒られた。また大阪勤務に戻っておりますがね。そういうふうなことがあるそうでございますね。それと東京の言葉と大阪の言葉の違いで「えらい」いうのがあるんですね。東京の方では「えらい」というと「あなたえらい」素晴らしいね、ノーベル賞のあの田中さんでは「えらいですね、見事です」っていうので、「えらい」というのは「すごい」というふうに捉えてるんですけども、大阪はまた違うんでございますね。これも吉本興業なんですが、今度は東京で生まれ育ったものが大阪勤務になりましてね、それで仕事を取ったんでございます。余興の仕事を。ところがその余興の仕事、お金は結構儲かるんでございますけども、本人は「ええ仕事を取った」を取ったんですけど、いややこしいところの仕事だったんでございますね。でそれ見て吉本興業の大阪の方の上司が「君えらいことしてくれたな」言うたら褒められたと勘違いしてね「ありがとうございます」ね。備え褒められると言われて、すぐ東京勤務になりましたんですけど、面白いもんでございますね。まあ大阪と東京それぞれにやっぱり文化があるというのはこの狭い日本の中で面白いじゃないですか。それはそれなりに私はもう結構だと思うんです。